青森県の西部に位置する弘前市。弘前藩の城下町として発展し、現在も津軽地方の中心都市として栄えています。この町の中心部に弘前大学があります。文教町キャンパスには人文社会科学部、教育学部、理工学部、農学生命科学部の4つの学部が集まっています。人文社会科学部では国内外の文化や多様性を理解し、地域の課題に向き合い解決する力を身につけることができます。実践的な教育を通して地域社会の活性化に貢献する人材を育成します。教育学部では教わる側から教える側へ、専門力の充実と実践力の強化の側面から段階的に教員への道のりをサポートします。理工学部ではこれから先の高度情報化社会で活躍できる人材を育成します。先端的な学びの場を備え、地域社会と連携した研究活動にも力を入れています。農学生命科学部では農学と生命科学分野の基礎的・専門的な知識を身につけることができます。創造性と主体性を持って国際的にも活躍できる人材の育成を目指しています。アクセスは JR 弘前駅から徒歩約20分、バスでは JR 弘前駅前から約10分という利便性の高い環境にあります。弘前大学附属図書館は本館と医学部分館があります。現在約82万冊の図書があり、教育・研究図書資料をはじめ DVD などのデジタル資料や電子ジャーナルも充実しています。資料館は太宰治が学んだ官立弘前高等学校などの前身各校から現在の弘前大学に至るまでの歴史や未来を見据えて展開している多彩な研究成果など、弘前大学の魅力を伝える展示を行っています。大学会館には一度に約1000人が利用できる食堂、売店などがあります。食堂内には食事スペースはもちろんのこと、多目的スペースも備えており、イベント開催のほか、サークルの打ち合わせや自習スペースとしても利用できます。弘前大学に設置されている風光振り子は日本国内に設置されている中でも最大の長さを誇っています。風光の振り子とは地球の自転を観測するために用いられる大きな振り子のことです。外国人教師館は大正14年に建築された洋風建造物で、国の有形文化財に登録されています。平成28年に広大カフェをオープンし、趣のある建物でコーヒーなどを楽しむことができます。学生や地域の方々の憩いの場として好評です。多目的広場はサッカー、ラグビー、ソフトボールなどの様々な屋外競技に活用されています。屋内体育施設としては第一体育館、第二体育館、弓道場、武道場があり、体育の授業やサークル活動に使用されています。50周年記念会館は学術研究の交流や学生の文化活動を促進するための施設です。みちのくホールでは様々なコンサートが、いわきホールでは学会や公開講座などが行われています。校内には大学創立60周年と太宰治の生誕100年を記念して建てられた太宰治文学碑など多くの史跡があります。弘前大学の歴史を感じることができるので、ぜひ探してみてください。続いて本町キャンパスです。本町キャンパスには
医学部の医学科、保健学科、心理支援科学科の学生が集います。また医学部附属病院など様々な医療研究設備があり、専門的人材の育成を行っています。医学部医学科では豊かな人間性と高度の医学知識に富み、広い視野と柔軟な思考力を持つ医師、医学研究者を養成しています。医学部保健学科は国立大学として5つの専攻を有する全国でも有数の医療専門職養成機関で、チーム医療のスペシャリストを養成します。医学部心理支援科学科は医学部3番目の学科として、公認心理師養成を想定し2020年4月に設置されました。医学部附属病院は高度救命救急センターが設置され、北東北医療圏の中心的中核病院として高度な医療を提供しています。また医学科保健学科の学生が臨床実習を行う教育施設の役割も果たしています。本庁キャンパスへのアクセスは JR 弘前駅から徒歩約35分、バスでは JR 弘前駅前から約15分です。学園長キャンパスには付属の小中学校と運動施設、学生寮があります。男子寮の北欧寮、女子寮の豊寮があり、緑ヶ丘にはもう一つの男子寮の北明寮があります。北明寮は平成27年に改修され、外国人留学生と日本人学生が共に暮らす国際寮として、異文化交流の機会もあります。バス、トイレを備えたバリアフリーの部屋もあります。弘前大学の魅力はいかがでしたか？ぜひ私たちと一緒に大学生活を楽しみましょう。